これって自動で毎回閉まるんですが閉まってほしくない時ってないですかります皆さんこんにちは胸のりチャンネルです今日はね このスペーシアギアで、えー、このサイドミラーねキーをロックすると自動で格納してくれるんで、えー、非常にね便利な機能だと思うんですが、えー、まあ私はね毎回この機能、えー、オンにしてて、えー、使ってますですが、えー、寒冷地にね、えー、住んでる方 雪とかね凍結とかこれが凍結状態でまた展開するとモーターとかのね故障の原因になるっていうことで格納したくないっていう時があると思うんですよそういった時にこの自動格納を設定をねオフにするやり方を紹介していきたいと思います そのやり方なんですが、えー、ここのドアロックのこの、えー、スイッチというかレバーと、あとキーレスのね、ここの海上、えー、施錠のボタン、どちらでもいいんですが、こちらを使って操作します。で、その操作は15秒以内にね、えー、終了しなくちゃいけないので、 えー、パパッとねやっていきたいと思いますえっとねここが、えー、会場の状態から4回オンオフさせてそして会場の状態で今度はキーレスのこれどちらでもいいんですが施錠、えー、のほうを3回押します、えー、すると車の方から、えー、ビープ音が鳴ります 1>, 1回鳴るとえ解除ですね。設定解除。2回鳴ると設定されたっていうことになりますえ。なので今私の車は設定されてるので、え次操作するとえ1回鳴って設定解除っていうことになると思います。えではね、やっていきたいと思います。 はい、行きますよ。1、2、3、4、そしてロックを、1、2、3。ね、今ピッて1回鳴なりましたね。え、すると、え、設定が解除されてるので、ドアロックした時に、 格納されないか確認していきたいと思いますはい車から降りましたそしてねドアロックしますはいこれね格納されませんでしたっていうことでね、えー、こんな感じで簡単に えー、設定のオンオフができます、えー、ではね戻してみたいと思います設定ね簡単なんで、えー、毎回ことあるごとに設定変えようと思ったら簡単なのではい乗り込んで1 2 3 4 1 2 3 で今2回なりましたねはいなのでロックしますはい格納しましたえ非常にね15秒以内で操作がえ終えなくちゃいけないっていうことでえまあだから15秒以内に設定が簡単に完了できるっていう えー、切りり替えの方法になります、えー、こんな感じで、えーまあ、寒冷地に住まれてる方または格納したくない方っていうのはね簡単に切り替えができるので是非、えー、やってみてください、はい、今日の動画はこのスペーシアギアのね、えー、新型マイナーチェンジ後の車での 設定になりますが前期も同じだと思いますこんな感じで今日はミラーの格納の、えー、オンオフ切り替えの紹介でしたこの動画が良かったと思われる方はグッドボタンよろしくお願いしますまたこんな感じでスペーシアギアも色々とアイテム紹介や機能紹介を行っていきたいと思いますのでチャンネル登録もよろしくお願いします ご視聴ありがとうございました。